ガッティーナ、お兄さん帰ってきたよ。もう毎日仕事大変。物騒で頭がパーで葉っぱ臭い男ばっかだと空気辛いね。いつもいい匂いで可愛い可愛いガッティーナばっかり考えてた。そんな俺のガッティーナはおーい、どこかな ああ、痛 <laughs> い痛いたー。エッコミクんガッティヌエッコミクえエッコミクうんー、そんな隅っこにいないで。これ引っ張ってズルルーってしちゃうと、お尻痛い痛いするんじゃないかな。ああ、お帰りじゃなくて、イタリアンが難しい じゃあ、ミャオミャオでいいよ。ここでの鳴き声ね。ガティーナは日本ではニャオだけど、俺の言葉はミャオって言うんだよ。ここの常識。な、ミャオって言ってみて。ね。うーん、そうそう。うん、偉くて可愛い。ただいま。お兄さん帰ってきたよ。 今日は爪ボロボロにならなかったね。俺が綺麗に塗ってあげたままで。あ <laughs>、嬉しくてチューしちゃった。こうして隅っこで俺のこと待ってて。<laughs> こんなね、プルプルってして、お兄さんの帰り待ってたんお兄さんは待ってた。<laughs> というかさ、お兄さん、 こんな可愛い子を傷つけるわけないのにさ。俺の仕事を知ると、国から出ていけだの、犯罪者だの。はあ手のひらくるくるでお兄さんかだし。みんなの言う平和とか愛って信じらんないし。ガッティーナに変なこと吹き込まれたくないから、俺優しく大事に大事にしてるのにさ。ねえ、そう思わないまあ。 俺はそう思うんで。今日も俺と仲良しアピールしちゃおうね。ねえ。んどうしたのそれよりお腹空いたお兄さん、シャワー浴びた方がいいああ、服。服か。はは。もう、わがままさ。あともうちょいで一個買収できるからね。待っててほしいな。 俺、嫉妬深くてね。服も俺のじゃないとダメって言うか。ふふ、ごめんね。でも、何も着てないのも可愛いしな。なんか、問題あるかな。ないよね。というか、俺だって商売人なのに、差別すんの不思議だね。 ガッティーナが今考えてる服のメーカーよりも、君のことを見て考えてるの俺なんだけどな。つまり、俺より服屋の方が信頼に値するってことそれって、何が違ってそうなるのかなどことどこで、俺とそれに決定的な差ってやつが出るのかな 俺は分からないなりに聞いてさ、こういうことかなって考えてさ、行動だってしてるしさ、そろそろヒントくらい言っていいじゃん。ね君が人間ならさ、聞いたら答えるくらい、できるよね。あら、だんまりちゃん。シャイで可愛いいね。もう、ビデオ撮ってるからちょっと特別してほしいけど、 液晶のガッティーナ、かわいい。特別に許しちゃおう。特別。だからね。いつものおやつ、ね。緊張さんには、とってもいいの食べちゃおうね。そうそう。今日もお留守番してて、えらいえらいだけど。ほら、目がぽってりして真っ赤。 お目めめトロトロ溶けちゃうね。好きな子は、ふわふわーって、幸せになってほしいからね。可愛いいお口、開けて。うんー、ふふふ。お鼻つまんで、お口押さえて、ごっくんして。ごっくん。ごっくんだぞ。な 喉動かしてごっくん、ごっくんって。なあなあ、しろよ。できるだろう。んできた口開けて。あーんって。あーん。うーん。ごめんな。 俺心配性なんだよ。怖い人が怖いお薬使ってる時さ、体に隠すやつがいいんだよな。歯とかベロとかにさ、それで俺たちが引っこ抜いたり砕かないとダメでさ、意地腹のやつたくさん見てきたけど、そんなことしないよね。あ,あ。 舌の裏に隠してね。それをな、ごっくん、してみよっか。俺の、目の前で。ああ、ごっくんした。うーん、すっごい顔。ごめんな。お薬怖くて、苦いだもんね。でもガッティーナは、俺のために飲んでくれたから。 <laughs> もう一個あげる。ご褒美だぞ。うーん、そうだね。一日一錠、今までは一日半錠。それ以上はちょっとバカになるやつ多いけど、ガッティーナは恥ずかしがり屋だからね。おバカなくらいが可愛いしね。はいあーん。あーん。 ガッティーナは、俺のことが好、好き嫌い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 好きんどうしたのああ、奥で武装な音してんね。 誰ってさ、君が今思い浮かんでる人だけど、わかるよね。まあ、それをそうと子猫ちゃんは俺のことがすー。<laughs> そうかそうか、好きなんだ。両思いの俺たちに乾杯、うん <laughs> もう目がトローンってしてきた。スリスリしてかわいい。やっと素直になったご褒美に言うけど。このビデオ、俺たちとの秘密なんだ。だから、恥ずかしがり屋さんにも大丈夫。まあ、その見せる相手ってやつは、お兄さんがナイナイしてあげるけど。ああ、わかんないガッティのわかんない どっからわかんなくなっちゃったかな相手の顔相手の名前家族それとも自分がどこで誰かとか俺の邪魔ばっかりした常識とかそっか。そっかそっか。いいよ。前まで言っただけでワンワン泣いちゃったからね。わかんない方が幸せで嬉しいね。ふふ。 フォークうん今のね、お兄さんわかんないガティナもわかんないうーん,うーん、ふわふわちゃんか。ふわふわかわいいから。あんなのより、俺が言葉とかいろいろ教えてあげる。まずね、ティアモンって言ってみ。ティアモン。 <laughs> そうそう。それが俺の名前だからね。ちゃんと覚えておくんだよ。ガッティーヌ